テスです、あーテスです。配信を見てくださってる方いらっしゃるかな。オッケー。ゲーム音と、マイクの音どうでしたね。バランス。マイクもう少し大きい方がいい。こんなもんでどうでしょう。ちょうどいい、ありがとうございます。ちょっとね、あの米ビューのね、設定の仕方がよくわかんねえんだよね。あんこちゃんの使ったことがないからさ、あ、拾えた拾えた、いけてるかな。あ、今これの映像って普通に画面が映ってるのか。そうか、いつもはあのエクスプリット使ってるから、あの画面とか分割してやってるけど、今回ニコナ直で映してたらなくても大丈夫か。というわけで、配信の方をちょっと始めていってます。アルカナハート物欲杯ですね。第25回になりました。そろそろエントリー受付を開始したいと思うんですけれども、どうしようか。そうだね。基本的に色紙じゃない、冊子の数は足りてるはずなので、みんな慌てずエントリーをしましょう。で、ちょっと今準備をしているので、列の整形に関してアナウンスが改めてどうする。俺別に列整理スタッフじゃないからね。ちょっとあの他のゲームの、 あの邪魔になっちゃはいけないので、ちょっと詰めながらやりたいと思います。受け取りそこかな。そこでエントリーも受け付けられる。じゃあそれチェックをちょっと誰かに。はい、アルカナハート物欲杯のエントリーなんですけど、今手が空いてる人なんかは優先的に早めにエントリーをするようにしてくださればいいです。で、今回の、得点である冊子ですね、小冊子、こちらの方は基本的に数が限りはない、ないっていう表現はおかしいけど、あのエントリー人数分は確保してあるはずなので、あの基本的に慌ててこなくても、受け取れる形になってます。なので今、そこに、赤い頭の、ヨリコがいます。この辺りが、エントリー受付です。なのでここに、お金を持って、並んでください。で、エントリーいくらだっけ。500円。エントリー500円になってます。皆さん、500円を片手に持って、あ、両手に持ってもいいけど、あの並んでみてください。で、一つだけ、アルカナハートの、物欲杯に参加される方、他のゲームの邪魔にならないように注意してください。特に今ここの筐体って、エレベーターの前にあると思うんですけど、エレベーターの前でたむろわないところと、
奥の方の筐体は別のゲームが稼働する形になりますので、人が通行する前提で並ぶようにお願いします。まあ、スムーズな、大会進行と、あと、まあ、快適なね、格ゲーのね、環境を皆さんで作っていきましょうということで、よろしくお願いします。では、受付の方を開始しますので、まあ、慌てず、冊子は必ずあります。500円持って、自分が行けるタイミングで並んでください。よろしくお願いします。エクサマカップからの物欲回帰、忙しいですね。いや、本当にそうだと思うんですけど、いや、逆に考えましょうよ。エクサマカップであんだけ盛り上がったんだから、物欲回もそんだけ盛り上がるだろうと。いや、エクサマカップ、私ちょっとエクサマカップ行けなかったんですけど、動画見てたんですよ。すごかったですね。やはり、公式大会っていうね、枠。こいつなら、きっと優勝できるだろうという相方をね、連れて、あの壇上に今ねやってくるってね、すごいね、やっぱ熱意があるんですよ。でその熱意を持って戦いをね繰り広げるから、それはもちろん面白い試合ばっかりに決まってんだよね。で今度は昨日はねクリーンな戦いを広げたかもしれないですけど、今度は醜い戦いです。とにかく汚い、相手を殺せば何でも OK、 俺のためにお前は死ねという試合がいっぱい見れると思いますので、はい、皆様物欲にまみれたね、お祭りをね、楽しんでいってください。はい。じゃあもう、エントリーは順次受け付けますので、大会の会場にいらっしゃる皆さんは、まあ、手が空いた時に、お金500円、エントリー代を持って、赤い頭の、よりこのところまで行ってください。赤い頭のヨリコ、赤い頭じゃないヨリコがいるのかな。さあ、せっかくなのでなんか私ちょっと最近ねちょっと感激にかまけてて、アルカナハートの物欲会に全然参加してなかったんですけど、まあ、久しぶりに、ね、アルカナハートの実況をやらせていただきたいなと思ってます。クレハです、よろしくお願いします。もしかしたらね昨日の、エクサムカップの時に、まあ、名解説をね繰り広げてくれた時人さんとか応援さんとかね、そういった方とも交換しながらやっていくことになると思いますので、皆さんよろしくお願いします。いやー思ったんですよね、あまりにも LM のこと、違うシックスターズのことをみんな知らなさすぎて、血のアルカナとあと、みのりのことを全然知らないっていう、なかなか面白い実況だったなと、私的には思うんですよ。実際私も全然、正直覚えてなくて、技名確認し直しました。いや、まあこのゲームね、そもそも技名なんて覚えなくていいんですけど。まあ実況だからね、なんかしら正しい情報みたいなのが展開できたらいいのかなと思います。さて、じゃあの試合の方ちょっと見ていきましょうか。さあ遠征勢同士ですね。関西のディスさんと東海のアッキーさんかな、まあ、ディスさんといえばおなじみのですね、クラリージュ使いですね。アッキーさんもやはり東海で古来からね活躍していらっしゃるリーゼ使いの方なんですけれども、さあそうこのゲームそれはリプルサとかいう技があったわ。さあなんやかんや言ってるうちにクラリーチェがラウンドなかったし試合を取っていく。
あ、ちなみにちょっと配信を見てくださってる方に聞きたいんですけれども、今映ってる画面なんですけど、画質的にどうですか？ちょっと今だいたい20フレまあ 20fps で画面映してて、まあこれでカクカクになってなければこのままかなとは思ってるんですけれど、あ、違う、これでちょっと画質が汚くなければこのまま行こうかなと思います。で、画質が汚かったらちょっとフローかなと思うんですけれども、大丈夫そうですかね。試合見えねえよみたいなことはなければ、じゃあこのままでいけるかな。さあ、クラリーチェ対クラリーチェ、アルカナ紳士と愛の伝道師ですね。ブクブクチャガマという名前ですが、まあ土のアルカナ使ってる時点で誰かはバレバレですね。新規さんですね。エントリーは、そちらです。画質のせいかおパンツが見えない。ああ、大丈夫です。彼女たちね、パンツ履いてないんで、見えないですよ。画面内に映らないんで。映らないということは履いてないということです。だから健全。ごめん、適当言ったわ。さあ、ブラストはガードして、あら、ついと、さあ画面発信を運んで殺しきる。勝ったのは、ブクブクチャガマン。さあ、今回もね、なかなかね、ばらけたようでばらけてないというか、まあ今更ね、もう誰が強いとかじゃなくて、まあみんな強いんですけど、まあその中でもね、やっぱここすげえんじゃねえかなみたいなところって、まあある気がするんですよね。そうですね、誰か注目、ここすごくねみたいなの。みんなさ、名前がさ、わかんない。おっと、画面の方では応援が、出てきていますね。昨日は、なんだろう、名解説をね、繰り広げてくれた一人のプレイヤーですね。おっと、ここは 4C を相殺して投げる、めくりボディからのベチーンと画面端飛ばして、はい、ボディからの足払い、そして足払いから押し込んで足払い、そして縦をマーク。おっと、ここは C バレストでうまく逃げていく、 CF からのコンボ入って、さあ画面端、おっと、ここは、おっ、投げが入る。さあ、2つ目からこっち中段爪はカードしている。さあ、ガーキャンから 2B が刺さって相打ち、画面端からうまく逃げ出した JA が刺さって、と、ここは大胆 B バンカーで仕留めて、勝ったのは応援キラー。いやー、そうですね、やっぱり B1 カーみたいな技はフルセンスがすごい必要なんですけど、あれ、見てたら、あ、いや、当たんねえだろうと思うかもしれないですけど、あの技超当たるんですよ、超強いんで特に大会中ね、大会中に打たれるとね、本当当たりやすい技なんで。今回もね、大会といえばやはりキラがね、どんな風に相手をね、ぐちゃぐちゃにしてくれるのか、まあ、楽しみるんじゃないかなと思います。さあ、2B をガーキャンで抜けて、しかし着地したところにドライバーが刺さる。めくりボディ、ここは 2B をバースで逃げる。
相手のターンを持たせたくないが、ここは通常投げ、さあさって足払いは、おっと、うまく妹で避けた、種が飛んできて、おっとここはさあ種を、あ、種じゃなかった、剣でうまく避けて、おっと画面端の受け身が間に合わない、画面端のコンボが入って、おっとコンボミス、これは応援としてはありがたい話だ。 JA が刺さって、 JC 刺さって、1本目取っていくのは応援キラー、はい2本目、おーっと2、いい大ターン、さあコマからコンボが続いて、コマが戻ってくる、姉は使っている、おっと勾配か、コンボが入って画面発し、さあキラーとしてはやりたくないシーンだが、ここはハイジャンプで逃げていく、おっとボディが引っかかったのをちゃんと見て拾っている、足払いからクラップ当たって、はい画面発し、ここは B バンカー、さあ追加派生も入れて、姉が刺さる、なんでクーガフ、うん、さあここは王か、絡めているボディは表、頭まらずバースト、アイビームはかわして、おっとここは選択肢、エコータを出していたが絡めていた、さあ引っ掛けからエゴタつないでコンボ入れて、勝ったのは応援、はい矢部さん今日出るんだっけ、さあ出てくるのはヘイトの塊みのり、まあなんでしょう、 3S 出てきて、なんだこのキャラはというのをみんなが言ってますね、まあでもこのキャラに限った話じゃなくて、なんだこのキャラっていうキャラいっぱいいるんで、まあアルカナハートにありがちなのではないかなとは思います。さあライジングドラゴンからの、なんだっけ、なんとかドラゴンなんだっけ、ストライクドラゴン、ストライクドラゴンが何だったかな。いやマジで。ライジングドラゴン、ストライクドラゴン、空中なんだっけ。アサルトドラゴンだったかな確か。でこれがストライクドラゴンインパクトだっけ。あの位置で当たるんだねって感じだ。もうキラのね広さがかなりあれしてる気がする。さあ画面端コンボが入って、置き攻め裏から、さあため E が当たって重砲からのコンボ、さあ起こして運びすぎでしょう、これは赤いが、これは受け身が取りづらいです、さあ空投げ。さあ C さあボディが、さあ早めのバーストで相手のターンを取らせないが、カウンターヒット、これはいいダメージが入るぞ、足払いから、さあクラスターから、おっとおっとライジングドラゴン絡って、お届いた、ギリギリ死なないが、ここは受け身がりをミスっている、足払いから剣を出して、さあ逃げていくが、ここはおっとコンボミス、痛恨、これは痛いぞ、 B 番か、さあボディが当たってからのコンボ、エコだ、 JJ、JB、JC から JE からの縦を巻いて画面端、ここは応援のターンから 2B が刺さる、おっとここは投げを出していた、 2B がカウンターヒットして頭のバースト、おっとこれはストライクドラゴンで逃げる、ライジングドラゴン、さあここはフラマゲを入れて死んだ、勝ったのは応援キラー、やはり空中に浮かしておくっていうのが重要なんですかね、この組み合わせ、相手には真上にいることで相手が飛ばす飛んでくるのを、
なるほど。そうですね、スキケシのホーミングってすごい借りやすい部分、うまく誘えばやっぱりそこを借りる。特にキラは空中戦がクラマゲとか、まあ B1 やバンカー系もそうだし、空中で枯れる技が多いから、まあ、そういったところを誘うっていうのが結構重要なんですかね、この試合は。さあ次はエコ、まあ、これも一方的な、あのどっちがどっあ捕まえて殺すかみたいなゲームになるのかなと思ってるんですけど立ち回りでゲロ吐く、あ、まあ、立ち回りでゲロ吐かないキャラ少ないと思うんでさあジャンエイが良くないあーそういうことね、でいいねなるほど、足場がここ刺さるが、さあジャンエイを振ってくる、さあそうなんです、あおっと最後の1回運がない、さあ中段補正切りからのダメージ、ここはバンカー出すが中段だった、坂上から画面発し、画面端、おっとジェシーが当たる、さあここは A バンカーからボディが表、ここがバストするとこう A が当たっている、さあ JE から投げはしけている、2B 立って鏡は出されてるだけで結構きつそうですね、やっぱさあボディが鏡に阻害される、ジャンエイジャンエイさあ JC が当たる、ボディさあ足場だから縦を置いて2、さあ B バンカー、こう、あ A バンカーはちょっと使ってる、さあシンデレラエクスプレス画面発し、縦を置いて素材素材 2B 出し切りからのコンボ足払い、さあ足払いから2でエコだ、受付そっちと、ここはグラグラが使っている、投げは使って、さあ王子様から素材ドライバー、さあ最終ラウンドと、ここはゴシーと総裁 しないからお互い当たっている、さあ足払いがカウンターからのコンボが入って、さあここは発生保証で相手にパンを取らせない、さあ 2B からコンボが入って、足払い縦を巻いて画面発し、さあここはちょっと届かなかった、そうそうそう、お見合いになった、シンデレラエクスプレス画面端まで運んで、さあ鏡を置いて中段ガードしていると、ここは多段中段だがガードしきってや、総裁ここはうまく逃げて、総裁総裁空が踏まかわしている、おっと中段も足場で総裁した、さあこれは殺しきれるでしょう、勝ったのは応援キラー、いやうまいですね、はい、今だいぶ受付の方も空いてきたので、今手が空いてる人なんかも受付を済ませるようにお願いします。まあ無理に慌てなくても察しはなくならないので、まあ、ゆっくりしていただいて構わないんですけれども、大会直前ぐらいまでエントリーしないはちょっと避けてください。手が空いたタイミングでエントリーは済ませていくようにお願いします。さあ続いて出てくるのはメイファン、この赤い色はあのメイファンですかね綺麗な方の、綺麗な方のゴッドだ綺麗な方の BJ さんですねおい何を比較して綺麗な方汚い方言ってるのか分かんないですけど画面内の立ち回りひどすぎるいや汚い方 の、 BJ さんと言われてる方も愛されてますねさあボディあの距離から当たっている、さあ英語だけ投げてレベルアップ、さあここは JC スカシの C ドライバーからの置き攻めは、さあここはブラストガードして下げ止めの形になっている、足払いから縦を巻いて、さあ足払いだったがこれは銀盾だから今当たったのかな、
いや、足払いが今縦に当たってたんで。ああ、そういうことなのか。今メイファンのやつはどうなのかなって。振ったってことは多分レベル1だったらスカルとかなのかな。ああ、なるほど。結構やっぱり縦対策としては足払いとかで、まあ、すかせるキャラなんかはすかして割り込むみたいなのが結構あるんですけど、それを狙った形になりましたが、まあ銀盾だったのか、まあフレーム的な問題なのか、まあ当たっていませんでしたということで。ただ投げて画面端、闇寄せ力の通りたく思って見えない。さあこれは殺しきれない。さあこれは前菜一軍のチャンスだが、さあ総裁総裁、あ、受付はこちらです。さあここはチャンスになった。さあここで A 番か、殺しに来た。いやー大胆ですね。たまに A 番かやられると切れそうになるんですね。あ、英語だ、ごめん、英語だな、英語だをやられると切れそうになる。あっつってこう。まあそういう技だからね、あれはいかに器用をつくかみたいな。ワンチャンチャン狙うみたいな。あ、終了5分前になったから、あ、自動延長してるのか、じゃあ大丈夫か。もしかしたら、30分になった時点で配信が一体止まったりするかもしれないんで、その時は更新をお願いします。大丈夫だよな。さあ 2E がカウンターヒットしてあかんという声が来る。さあ1本目取っていくのはシンククラリテ。さあボディが刺さってコンボが入ってディエゴだから足場でつないで置き攻めは、さあここはスカッシーのドライバーだが 4D4C からの、おっとリプルタ全部総裁した。しかし爪が待っている。さあ JC カウンターヒット見ている。 C エコだから足払いまで繋いで縦画面端、さあ 5B を振ったが縦が守っている。そして飛び越えているのでコンボが入って、 B エコだから 2E でとどめ。さあ最終ラウンド素材からの、ここは JC が刺さる。イフからさあ爪で刺して、爪ガードしている。めくりはガード、足払い画面端、おっとここはビシーバレストラうまく噛み合って、さあラピメント張って画面端、さあ距離を離して飛び込んでいくリプルさん、おっと総裁からガードが間に合っている。さあここは 4D でアルマゲドンをかわして、とここは総裁バスを間に合う。さあ1フレー 4D4C ですね。クラリータの殿下の宝刀。いやー暗転もせずに1フレーから技が出る技なんてこのゲームのこの技しかないと思うんだけどね。 2D ゲームで暗転せずに1フレーから技が出る。はい、次出てきたのはみのりですね。みのりクラリーチェどうなんでしょうね。やっぱみのり側がきついのかな、近づけなさそうな、感じがするので。しかし飛び込んでくるクラリーチェには、まあ、今みたいに膝がね、多分このゲーム最強の膝なんですけど、あの技が強いんでって感じかな。さあ
すばしっこさが功を奏している爪をうまく使いくぐって、ここはアサルトドラゴン、爪を空振ったのを確認してから空中から飛び込んでいく。父あおっとアルカナハードが起こっている。さあここはストライクドラゴンからのアサルトドラゴン EF コンボを決めて、さあなんだっけ、ドラゴンラッシュ、EF が溜まったのを確認してからコンボをつなげていくっていうのが大事ですね。さあ飛び込んでくるのを見てから、ストライクドラゴン、アサルトドラゴン、そしてダダダダダドコーンと、いやー、このステージで地面えぐるのはすごい痛そうですね。おっと5位は届かない。途中で多分首とかが引っかかってガコンって落ちていくか、とんでもないことになるか。ここはさあ交際から5位、いやー勝ったのはみのり、コンボ1年生。いやそういう意味ではやっぱり実りの攻略ってあまりやっぱり進んでない感はすごいあるなって思うんですよね。他のキャラは散々戦い続けたんですけど、実り自体がまずそもそも そんなに多くないし、でその上でこのキャラはめちゃくちゃしんどいキャラなんで、本当インファイトキャラ何すればいいのみたいなレベルになる時も状況によってはあるんですよね。なのに対戦相手がいないから対策ができない困った。今回もエクサムカップでね、ハリパーさんがすごい緑で活躍を見せてくれましたね。さあ物欲範囲の方でもね、何かしら大波乱があるんじゃないかなと。さあライジングドラゴン、膝をわすかっている。さあ空振ったところにアサルトドラゴンが立てる。さあ距離を離す、やはり緑には近づきたくないか。しかし足払いからコンボが入って、さあアサルトドラゴン、アサルトドラゴン投げ、空投げはチケっている。さあコマが当たって、トリガネ振ってくる。妹、妹 JJ ぶっこんで、さあここはアサルトドラゴンが育ってからのドラゴンラッシュ。さあここは受け身を取らないのを確認して、受け身狩りに行ったが、これは被っていた、位置が悪かったか。さあこれは赤いが、あれは届かない、横方は使って、さあ縦穴が使って当たっている。さあコマが当たって、おっとオーカーは間に合わない。さあ近づきたいみのりと、ちょっと近づかせたくないマオリ、おっとこれはうまいこと引っ掛けて姉までちゃんとダウン位置で当たっている。取っていくのはシマフグマオリ。さあ姉は空振って、ここはバスを逃げて、さあおっと後ろから飛んできた妹が助けてくれた。接撃か、さあコマを巻いて妹、妹さあめくり、これはガードしている。よっと 4D を姉が吹っ飛ばして、さあここはセッカからコンボが入って、せっかく月下節月下、さあコマを巻いて妹、妹めくり、どっちか分かんない。さあここはおっと超はね、今のは暴れてしまったのかな、立ち上がってたのでガードできなかったってことは多分何かしらボタンが押しちゃったんでしょうね。勝ったのはシマフグマオリ。さりげなく超はねってマオリ飛んでられた無敵だった気がするんで、結構無敵長いんですよね。だから暴れてもそもそも発生保障のある姉が降ってくるし、マオリ時代にも攻撃が当たってない結構あるんで、まあ慌てず姉をガードするっていうのがやはり大事なのかなって気がしますね。さあここで出てくるのは鋼クラリーチェ、誰だったかな、白ゴマ白ゴマクラリーチェ。あ、そういえば確か今日物欲変えゴマ様クラリーチェでしたね、アンジュじゃない。結構前にアンジュじゃなくてクラリーチェをずっと使ってて、気が付いたらまたアンジュに戻ってたんですけど、今回はね
お祭りということでトラリーチャー先端なんか当たったさあ飛び回って飛び回ってドラゴンボールが始まっている。妹が引っかかる。さあ JHC から JHC 爪から足払い足払い縦は巻いてはめて、さあガークラッシュって画面発し、これは殺しきる。一本目取っていくのは白ゴマクラリーテ。さあ妹が叩ってここからうまく拾ってコンボが入る。せっかげっか接撃か。さあここは叩き落としてコマを巻いて、コマがおっと使っていた。ついつい防御してしまったが、これは状況的に美味しいぞ。さあコマから妹妹と、ここはバレストラです。逃げようとしたがバレストラ引っかかっていた。おっと爪が絡まってしまう。ファールの判定、横に広いようで狭い、よくわかんない。さあ縦投げ振ってくると、ここはブレッザー。さあ爪、剣が当たってカウンターしちゃうので バーストで逃げる。さあここは爪からとラファーラが漏れてしまう。オーカ巻いた前、さあ裏からここはバーストする。妹がどう縦穴やとガーキャンになった。さあラフミント張ってガードを固めつつ、ここはリブルさん、しかし総裁して距離が遠かった。さあ引っ掛けて縦穴振ってきて取り返して最終ラウンドですね。さあ空投げが刺さって、ジェシーから足払い、そして画面端縦を巻いて画面端と、ここは投げ、なんだっけ、駒投げのラカテーナと投げが相殺したやつですね。珍しいものを最初に見ましたね。駒投げと投げ判定が相殺するとあんな感じでポコンとこう。動けないでしょうってやつですね。ラカテーナですね。さあ接下月下接月下2回入って、とここは姉で受け身狩りに行ったか。さあ JB 引っかかると、なんだこれよくわからないが、叩きつけが当たっていた。そして2位が当たってダウン1で勝ったのはシマフウマオリ。さあまだエントリー済ませてない方、お早めにエントリーの方お願いします。今結構空いてる感じなんで、まあ手が空いてる人なんかいたら、エントリーの方お願いします。のじ合いしたいっていうのは分かるんですけど、やっぱ大会進行はねスムーズにしたいので、皆さんご協力をお願いします。さあ私もちょっと実況してたのでエントリーしてなかったんですけど、今エントリーしてきました。でエントリーしたことによってね、勝者受け取ってきましたよ。開幕からすごい、これうわーすごい、うわーすごいすごいとしか言えないんだけどこのページ、いやー多分これを書いたのはミサオさんだと思うんですけどうわーすごいいやうざくてごめんなさい。いやすごいです。皆さんね、力の入ったイラストをね提供してくださってるので、すごいすごいです語彙力がない
大会はですね、6時から開始予定です。今、5時40分なので、北海道とかで物欲書いたのもらえてないんだからな。確かに確かに。いや、ごめんなさい。この大会やってんの東京なんだ。あ、ちなみにですね、私がアルカナハートのね、絵師の中で一押ししているナレアさんのね、漫画も書いてあるんですけど、いや、ナレアさんの絵すごいね、インパクトがあってね、俺、私ほんとこれ大好きなんですよ。この、なんか下水顔のキャラがいるんだけど。いや、いいな、これ。北海道なら VJ さんぐらいしかもらえないんだから、そんなことないだろう。北海道でそういう大会やったらやったで、何人か集まっていくよ。さあ、今画面に映っているのは、青色茜ですね。はい、今ちょっと連絡が入りました。エントリーのところの、30番の、トーナメントの30番ですね。ここの入っている、エルザ使いの池さん。こちらの選手が、ちょっと今日、縦の需要で来れなくなってしまったということで、代理というか、入れ替わりで、無人ヘリさん、亀使いの無人ヘリさんですね。が、30番の池さんのところに入ることになりました。ということで、30枚のところは、妖怪毒ガスジジイキラと、無人ヘリさんになります。エントリーそっち。いや、今回はね、なかなか、エントリーの名前がね、なんだろう、ユーモアに富んでるというかね、すごい名前いっぱいいますね。そうだな、こう上からもう誰かわかんねえけど、ペパプエコ、ペパプエコって多分これポポイさんなのもしかして。そうだね、わかりました。そうだね、いつもだったらエクスプリートを使って画面上に表示できるんですけど、今回ちょっと配信の環境がいつもよりちょっとしょぼいので、画面上にプレイヤー名とかちょっと出せないです。なので実況の方でカバーしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。もし可能であれば皆さん自分のエントリーしている名前でカードネームとかしてくれるとすごいありがたいです。すごいありがたいです。今日は全キャラいるのかな？わかんねえ。
今日全キャラいる、今日は全キャラいるらしいです。ありがとうございます。今回の物欲会、一番多いのがリーゼロってみたいですね。リーゼロって8人、クラリーチェ7人、カメイ6人、サケ5人、キラ、コノハ、フィオナ、バイスが 5人、あ、さっきからがね。で、ハート、リーカ、ヨリコ、マオリ、ペトラ、エルザ、ゼニアが4人。まあエルザさっき減っちゃったんで、で、代わりにカメイが1人増えました。で、メイファン、アカネ、エコーが3人、キャサ、ドロロ、アンジェ、ミノリが2、ナズナが1。ナズナスカイ、頑張れ。ナズナも転校してこれたんだね。そんなさ、ナズナはぶられてるみたいなやめろよ。ナズナいじめられて転校していったみたいなやめてあげてよ。療養中だからね。ちょっと、よくあるんだよ。で、あのメイファンとかもメンテナンスでしばらく来れなかったりとかさしたじゃん。今ナズナがねちょっとね病弱設定がね思い出したように使ってるんで。ということで前からいるみたいですね。ということで、まあ誰の色紙がね見れるかというのを楽しみにしていてください。あ、そういえば前回の優勝したのがなんとメイファンがいたということで、メイファンの色紙が今回見られるということで、しかもなんかすげえ楽しみにしてくださいっていう発言を残してたらしいです。オンクーさんから伺ってます。小姫勢の方、トウキさんだと思うんですけど、で、だから上でも多分まだやってらっしゃるんですけどなるほど。まあいつかね全キャラのね色紙がね見られるのが楽しみなんですけど、あと何キャラいるかなっていうのがね結構心配ですね誰の色紙見てないかな。もう基本的に全部出た。あ、でもミノリ出てないのかな。色紙が出てないキャラもうかなり前からあるから分かんないんだよね。メイファンが初めてだよね。リリカいないかかもね。ミノリは少ない、多分なかった、ないと思うぐらいかな。案外みんな書かれてんね。クラリーチェもあったっけ、あったっけ。あんまり覚えがないわっていうことか。まあ基本的にはみんな出てるはずだということで。あ、エントリーはそちらです。そうだね、リリカがなさそうだね。リリカとミノリかな。そしたらゼニアあったよね。あったよね。だからもう本当にあまりにもね物欲界が長、歴史が長すぎて、どんなキャラが書かれたっけなって、もうどんな色紙あったかも覚えてないもん。とりあえずみんな途中からタカが外れ始めたなっていうのは覚えてて、全部時人のせいだっていうのは知ってる。あいつが色紙を取りすぎて、そろそろひどいのやっていこうって言って、どんどんエスカレートしてて、スカイプとかで一生懸命アストロさんとか森高さんに長いストーリーをね伝えて、1枚を作ってもらってるって、お前迷惑考えろよと思っちゃうんですけど、まあでもね優勝特権ですからね、自分の物欲にはね素直になるのがいいんじゃないかな。あいつ物欲に超まみれてるから。お疲れ様です。まあとりあえず石井さんがいない分はだましだましやっていくんで、
らいでしたか、やってください。負けるわけがありません。はい、かかっ、取れる、ションさん、ションさん、ションさん、あのまだエントリー終わってない人いる？じゃあちょっと持ってって。あ、了解。うん、あ、ニコニコ広告、ニコニコ広告ありがとうございます。来場者が9人増えたということで、あ、ですね、まあ、せっかくなので皆さんツイッターとかでもあの拡散していただけるとすごいありがたいです。やっぱね、あの昨日エクサムカップだったから、多分今日の物欲会もあるっていうのはみんな知ってるはずなんで、まあエクサムカップに集まった名だたるプレイヤーが今度はあの色紙をかけて戦うと。昨日はね、己のプライドと実績をねかけて戦っていたんですけど、今日は己のね、物欲をねかけて戦っているんで、どんな醜い試合が見れるかね、楽しみですね。本当に、じゃあ、エントリーまだ済ませてない方お呼びします。桜レボリューション、桜レボリューションカムイ。はい、次、悲しい、悲しいアカネ。次、クタイン、クタインクラリーチェ。あと、3人かな。オッケー。はい、もう一度読みます。桜レボリューションカムイ、悲しいアカネ。おう、ニト君来た、オッケー。はい、悲しいアカネ来ましたね。あとクタインクラリーチェ、あと2人。桜レボリューションカムイ、クタインクラリーチェ。あ、クタインさんはクタインさんだと思うんで、でも本当にそのクタインさんか分かんないから、あれなんですけど、あの桜レボリューションさんは誰だろう。カムイなんだよな。違う場さんか、了解。いや、あの終わったらとりあえずエントリーお願いしてもらっていいかな。あ、二度君来た、書いた書いた。はい、じゃあ戻すわ。はい、
はい、ですね、今ちょっとウェブ上で見れるトーナメント表、こちらの方の準備ができたので、ツイートしたいと思います。あ、ツイートというか流したいと思います。あんこちゃん、これその女の子で、それに確かコメントがあるんじゃなかったっけ。これその右、あ、それだそれだ、多分それ。わかんねえな、わかんねえな、ちょっと待って。あ、自分のコメント、あ、違うな。あれ使い方がわかんない。あ、エントは自動エントしてる。あれか、あっちでやればいいや、ブラウザの方が。はい、今表示されているコメントですね、こちらの方で、URL にクリックしていただくと、今、本日のアルカナハート物欲杯の、トナメが見れるようになってます。トーナメントです。まあ、こちらの方を見れるので、皆さん、まあ、今どの試合やってんだなとか、なんとなく察していただければいいかなと。別に見なくても見れるんだけどね。はい、じゃあちょっと、いつも通り、ちょっと大会進行に関しておさらいしておきます。4ブロックに分かれてます。A ブロック、B ブロック、C ブロック、D ブロックですね。で、いつも通り、A ブロックから進めていく形になるんですけれども、まず最初に AB ブロックを呼び出します。で、その後、CD ブロックっていう形で呼んでいって、進めるんですけれど、どこまで進めます？ブロック決勝？じゃあ、前までですね、了解です。じゃあ、ブロック決勝のところまで進める形、先に進めて、で、その後は一大進行でいいかなになりますので、それまでは巻きで進めていきます。うん、あ、マジで？でもちょっとこれ音乗っけちゃうとね、多分そうだね。今マイク聞こえるところ後ろ、多分カンコレのあたりまでで、あ、まだいいよ。カンコレのあたりまで多分音聞こえづらいと思うんで、このマイクが聞こえる範囲にいてください。ただ、CD ブロック、こちらの方々は、一応予定としては、まあ、順調に進んで、6時40分頃に多分呼び出し、てか試合開始って感じになるので、まあ30分ぐらいに戻ってくるぐらいの感覚でいてくださればいいです。ということで皆さん、試合進行ご協力をお願いします。で、AB ブロックの方は、順次呼び出していきますので、よろしくお願いします。はい、では、そろそろ時間になりましたので、大会の筐体の方、今、のじ合いでラストにしてください。A, B, C, D, E。5箇所かな？多分。が、今回の大会筐体になりますので、今、頭の目の前に貼ってある人は、そこまでで、
で、のじ合い終了するようにお願いします。じゃあ、のじ合いが終わったらスタッフの方のようにちょっと順次設定切り替えをお願いしておいてください。離れなさい。